阪神タイガースの中野選手が WBC 中にライバルのセカンド渡辺亮選手の結果が気になっていたという話があります。日刊スポーツさんとのインタビュー記事でこんな内容がありました。 WBC 中に阪神の選手の動向はチェックしていたかという質問に対しては、ネットでチェックするくらい、実際に試合を見たりということはあまりなく、アプリで勝っているな負けているなというくらいという話をしています。そして記者の方が、二塁を争う渡辺亮がアピールしていた刺激になるかという質問について、自分自身まだレギュラーってわけでもないと思いますし、もっともっとアピールしてレギュラーをしっかりと取らないといけない立場、そこの結果もすごい気になっていたと、危機感を感じながらやっていかないといけないなと今年は思っている、その辺はいい刺激になっているということで、渡辺亮選手の結果も気になっていた、そして監督が変わったということもあって、今年はすごく危機感を感じながらやっていかないと、自分はまだまだレギュラーではないというふうな話になっています。続いて渡辺亮選手のオープン戦の結果、そして岡田監督の評価について見ていきたいと思います。渡辺亮選手のオープン戦の結果ですけれども、打率3割2分3厘、安打10本のうち2塁打が5本、ホームランが1本、出塁率4割2分1厘、 OPS が1ということで、3月25日時点でこれだけの成績が残っていて、岡田監督も一番コンスタントに打っていると、右バッターは戦力になるということで、貴重な右バッターというところと、コンスタントに打っているというところをとても評価しています。長打も多く放っていて、オープン戦はチームでトップの数字なんですね。セカンドの守備でのミスっていうのはやっぱり多く見られてはいるんですけれども、バッティングでの力強さ、長打力っていうところだけで見ると、中野選手以上のものを発揮しているというのも間違いないと思います。なので中野選手のプレー次第、セカンドの守備とか、あとはバッティング、ここがあまり良くないということになると、渡辺選手がセカンドを守る可能性っていうのも選択肢としては十分あるということで、危機感もあるということでしょう。続いて中野選手はセカンド守備の難しさを語っていて、ファンはそれに対して不安の声もあると。こちらも見ていきましょう。中野選手はデイリーさんとのインタビューの中でこんな話をしています。一番難しいのはダブルプレーの面で動きが逆になるということと、例えばショートであれば左側に投げるのがゲッツーなんですけれども、セカンドですと右側に投げなきゃいけないですね。なので1、2球間の打球が飛んだ時に、どうしてもセカンドに投げるボールが弱くなってしまうとか、そういう難しい部分っていうのがセカンドにもあると、ショートと同じくらい難しい、セカンド特有の難しさっていうのもショートと同じようにあるということですね。その辺はしっかりとこれからも練習しつつ、ゲッツーのピボットの練習ももっともっとしっかりやっていかないといけないと思っているということで、セカンドでさばいてセカンドベースに投げるときに、切り返しとか、そのあたりの練習をしなければいけないと。WBC ではショートを守っていたので、セカンドの練習っていうのができなかった。ここが少し不安要素ですよね。ショートとセカンドの違いとか対応の難しさっていうのは、これまでの中野選手が語っていて、シーズン中にコンバートの悪影響が出ないのか、セカンドうまく守れるのか、このあたりはやっぱり不安の声もあるようです。以上です。